かげさまで、なんとか。ご迷惑をおかけしてすみません。あなたにはいつも助けられてばかりですね。まず思いを伝えるためには飾らずにいる必要があるのではと思いました。この前皆さんからいただいたたくさんの資料を見て感じたんです。皆さんが私をどういう風に見てくれているのか、それを飾らずまっすぐに伝えてくれることがどんなに嬉しいのかを。だから私はまず自分のことをまっすぐ伝えるところから始めることにします。ありがとうございます。でもスクールアイドルとしての夢はまだ見つかっていません。より良い世界を作りたいという漠然とした思いはありますが、そのためにスクールアイドルとしてこうしよう、ああしようと言えるものはまだまだ模索中です。そんな中で曲を作り歌うというのは、そのそうですね、怖さも不安もあります。でも私のように欲しいものがふわふわとしていて不安に思ったり焦ったりしている人もきっとたくさんいるはずです。ですから私と同じ不安を抱えている人たちに、今はそれでもいいんだよと支えになれるような、そんな歌を歌いたいです。これはきっと今の私にしか歌えない歌だと思いますから。どうでしょう、何かを強く訴えかけるものではない、共に悩んでいこうという歌でもいいでしょうか。よかった、あなたにそう言っていただけると安心します。はい、あなたのことは頼りにしています。そうだ、私の歌の方向性が決まったことを皆さんに報告してきます。皆さんにもご心配をおかけしてしまいました。でももう大丈夫ですと伝えてきます。